2024年の NHK 大河ドラマは光る君へです。舞台は平安時代中期、主人公は紫式部ということで、発表された時は賛否両論がありました。紫式部って源氏物語を書いたこと以外何をした人なの？1年も貴族のドラマをやって面白いの？こうした声に応えるべく、日本サロンでは来年の大河ドラマをより一層楽しんでいただくための予習動画を公開することにしました。初回の今回は主人公紫式部の生涯をドラマの見どころと合わせて紹介したいと思います。貧しい学者の娘がなぜ世界最高峰の文学作品とも言われる大作を執筆できたのか、その謎に迫っていきましょう。紫式部の正確な生まれ年は分かっていません。主な説だけでも970年から978年と幅があります。父親の為時は先祖をたどれば藤原道長と同じ藤原北家に属しますが、主流からは外れているため中華級貴族の学者でした。紫式部誕生の頃は官職もなく貧しい生活を送っていたといいます。母親である藤原の為信の娘は為時との間に紫式部の姉、紫式部、藤原の信則の一男二女を設けましたが、母親は紫式部の幼少期に他界してしまいました。977年、為時は当時10歳だった諸定親王の学習開始の儀式で皇嗣の補佐役を務めました。その7年後、諸定親王が華山天皇として即位するのです。皇嗣の補佐役だった為時は式部の城に任じられ、宮中の様々な役割を果たしました。光る君への時代考証、倉本和弘氏によれば、紫式部の式部は為時の官職式部の城から来ているといいます。ちなみに当時女性はその家族しか本名を知らず、源氏物語の高貴な女性に紫のつく女性が多いことから紫式部と呼ばれるようになったとする説が有力です。ところが即位から2年後の986年、権力基盤が弱かった華山天皇は出家してしまい、突然終わりを迎えます。為時は華山天皇の出家により再び官職を持たなくなり、その後10年間も官職が得られませんでした。紫式部はこの頃思い起こした有名なエピソードを紫式部日記に残しています。紫式部は漢文の書籍を不思議なほど早く理解したので、父はこの子が男であったならと嘆いていたといいます。この時の為時は無感で時間を持て余していたでしょうから、紫式部や信則に漢文の書籍をはじめとする幅広い知識を教えたのでしょう。後に源氏物語に生かされる知識は彼女の幼少期から培われていたのです。996年、長い無冠の時代を経て為時は越前の国、現在の福井県の長官にあたる越前の神となりました。この前年に藤原の道長政権が誕生しており、道長の意向が反映されたといいます。この頃、為時の娘は漢文学にも通じた最弱代の情報が道長の耳にも入っていたのかもしれませんね。当時20歳頃と思われる紫式部は父と共に越前の国に向かいます。その翌年の997年、紫式部は藤原の信孝から求婚されました。信孝の生まれ年は分かりませんが、2人の年の差は20歳程度あったといいます。信孝はなかなか派手な人物だったらしく、すでに3人の女性との間に4人の息子がおり、さらに紫式部に求婚していた時期に別の女性にも求愛していました。にもかかわらず信孝はあなた以外に双心はないなどと和歌で常に言っていたため、紫式部からはあしらわれています。ただ和歌のやり取りをする中で2人の仲は深まっていったようで、998年に紫式部は単身京都へ戻り、その後信孝と結婚するのです。翌999年には早速夫婦喧嘩の和歌が残されていますが、こうした夫婦喧嘩も2人のコミュニケーションだったのでしょう。この年、娘の剣士が誕生しました。彼女は後に御礼勢天皇の乳母となり、その即位に伴い従三位という高い位が与えられます。ところが娘の誕生を機に信孝は紫式部のもとに通わなくなるのです。信孝が訪れない日々を嘆く紫式部の歌が多数残されています。信孝には本妻がいたため、
そこから紫式部の元に通う生活でした。この時期は夫が妻の元に通う妻同婚だったと説明されることが多いですが、倉本氏によれば当時は一夫多妻制であるため夫は本妻と共に暮らしていたといいます。それ以外の妻の元には夫が通う生活であり、紫式部は待つしかありません。妻として不本意な日々を送る紫式部ですが、その結婚生活は突然終わりを迎えます。1001年に信孝が死んでしまうのです。直前まで朝廷の儀式に出ていたようなので急死だったといいます。紫式部はおそらく20代数え年3歳の犬歯を抱えて夫を失ったのです。ちなみに光る君への藤原の信孝役は佐々木蔵之介さんがキャスティングされています。なかなか変わり者の藤原の信孝をどのように演じるのか楽しみですね。夫と死別後、紫式部は求婚されることはあったものの応じなかったといいます。この頃紫式部は源氏物語を書き始めたと言われますが、いつどのような動機で書き始めたのかは明らかになっていません。執筆開始の時期としては1001年の信孝の死後から1005年に道長の娘彰子に出仕する間とする説が最も有力です。執筆の動機については時代考証の倉本氏は藤原の道長の依頼によるものとする説を提唱しているため、光る記名でもその説が採用されるかもしれません。倉本氏によれば当時の紙は非常に高価であったため、道長が大量の紙を援助したことで紫式部は源氏物語の執筆が可能になったと指摘しています。では道長はなぜ源氏物語の執筆を紫式部に依頼したのでしょうか。その疑問を紐解くため当時の政治状況について簡単に解説しましょう。第1章で解説した崋山天皇の出家後、一条天皇が即位しました。個性的すぎる天皇5選で紹介した猫が好きすぎて猫に関与を与えた天皇です。よく知られるように一条天皇の妻には中宮定子がいます。父道隆と叔父道兼はすでに死去しており、兄の小出近と弟の高家は995年の政変で左遷されており、基盤としては弱くなっていたものの、一条天皇との間に厚安親王が誕生していたため有力な皇位継承候補だったのです。そこで道長は自分の娘を天皇に嫁がせ、基盤の弱い定子の子に代わる皇位継承候補者を産ませようとします。道長は自分の娘彰子を一条天皇の中宮とし、定子を皇后としました。ちなみに中宮は本来皇后の別称だったため、一人の天皇に中宮と皇后が同時に存在するのは初のことです。しかし一条天皇は定子を寵愛し続け、定子は次女の美子内親王を出産しますが難産となってしまい、定子は亡くなってしまいます。このような状況で道長は彰子に王女を産むことを期待しましたが、なかなか実現しません。そこで道長は一条天皇の心を彰子に向かわせるための手こ入れとして、非常に優れた文才を持つ紫式部に源氏物語の執筆を依頼し、物語好きでもあった一条天皇の関心を引こうとしたのです。こうして源氏物語を通じた藤原道長と紫式部による彰子へのサポートが始まりました。1005年の年末、紫式部は彰子に仕えるため宮中に入り女房となります。女房とは天皇の妃の身の回りの世話や教育係を務めた女性です。彰子は18歳から19歳、紫式部は30代前半と考えられます。もちろんこれは道長の要請によるものと考えてよいでしょう。ちなみに定子の女房で有名なのが枕草子の作者の清少納言ですね。紫式部のライバルとして有名ですが、紫式部が宮中に入った時はすでに定子は亡くなっていたため、直接顔を合わせてはいません。宮中では顔を合わせない2人がどのように描かれるのかも注目したいところですね。さて源氏物語を読んだ一条天皇は紫式部の学識を高く評価したといい、源氏物語を気に入ります。前章で紹介した道長の狙いは的中し、源氏物語の続きを読むために一条天皇は彰子を頻繁に訪れるようになるのです。ただその一方で紫式部はなかなか宮中の生活に馴染めませんでした。もともと引っ込み思案であり、しかも源氏物語の執筆のために宮中に入っていたため、身の回りの世話などは免除されていた可能性が高く、浮いた存在になってしまっていたのかもしれません。
紫式部にとっては辛い生活が続きますが、一条天皇と彰子の仲は確実に深まっていき、紫式部が宮中に入った2年後の1007年の年末、ついに彰子が解任するのです。そして1008年9月11日、彰子は待望の王女を出産しました。明日平親王、後の五一条天皇です。その後1009年春に彰子は再び解任し、11月25日に厚長親王、後の後須楽天皇を出産しました。こうして道長は将来の天皇の祖父という立場を手にします。源氏物語や紫式部の宮仕えがなければ道長の映画はなかったのかもしれません。紫式部が使い始めて 3,4 年の間に、彰子は将来の天皇2人の母となり、道長の周囲は喜びに満ちていたことでしょう。ところが間もなく紫式部に悲しい出来事が起こります。1011年春に弟の信則が病死してしまいました。享年37前後と言います。父為時は1016年に出家しました。為時は出家時点で70歳近くだったとみられますが、没年は明らかではありません。朝廷内にも大きな動揺が広がります。紫式部の弟が亡くなった1011年5月に、今度は一条天皇が病に倒れると、その直後道長は天皇の同意を得ずに上位させました。ここで道長は賭けに出ます。一条天皇の次の天皇は沖貞親王と決まっていましたが、沖貞親王の次の天皇として道長は厚安親王ではなく、自分の孫の厚平親王を皇太子に立てることにしました。つまり定子が産んだ厚安親王は天皇候補から外されたのです。これは異例中の異例で、これまでに皇后もしくは中宮が産んだ第一子で皇太子になっていないのは厚安だけでした。この道長の異例の対応については、一条天皇はもちろんのこと、定子死後厚安を養育していた彰子も道長を恨んだと言います。光る君絵で道長は当初好青年に描かれそうですが、この頃にはダークヒーローになっているかもしれませんね。一条天皇は倒れてから1ヶ月も経たないうちに上位し、皇太子沖貞親王が三条天皇として即位しました。そして一条天皇は32歳で死去するのです。24歳で夫を失った彰子は皇太后となります。通常皇太后となると政治の表舞台に立たなくなりますが、三条天皇と藤原の道長はたびたびぶつかっており、彰子は両者の間を取り持つようになります。もう一人両者の間を取り持ったのが藤原の実助です。実助と道長は鳩子の関係にあたり、朝廷の官位では上から3番目にあたる右大臣まで昇進します。彼は政治的なバランス感覚に優れた人物であり、三条と道長が対立した時も両者から頼りにされたのです。両者の間を取り持つ困難な役目ですが、その中で実助はたびたび彰子のもとを訪れたといいます。彰子と実助がやり取りする際には連絡役にあたる取り次ぎが必要で、それが紫式部でした。紫式部の記録は1013年以降見られなくなりますが、倉本氏は1019年以降も藤原の実助の日記小遊記には彰子との取り次ぎの女房の記述が見られるため、これが紫式部の可能性もあると指摘しています。政治の動きを見ると、1016年に道長と対立の末三条天皇は上位し、9歳の皇太子厚平親王が五一条天皇として即位、道長は摂政に就任するのです。摂政とは簡単に言えば天皇の権限を代行する役割で、人事決定権を握ることができ、当時の最高権力の象徴でした。さらに1018年には五一条天皇に道長の三女伊子を嫁がせ中宮とします。まさに道長は権力の最高潮に立ちました。この時道長が読んだ歌が小遊記に掲載されている望月の歌です。道長は1019年に出家しますが、1027年に62歳で死去するまで重鎮であり続けました。晩年の紫式部の記録がないため、紫式部の没年は明らかではありません。光る君絵がどこまで描かれるかは分かりませんが、道長の死までは描かれるでしょう。類稀な文才で道長や彰子を支えた紫式部、彼女の生涯がどのように描かれるのか楽しみですね。さて今回は紫式部と一部藤原道長にスポットを当てて解説しましたが、次回はその裏で渦巻く
貴族の激しい権力闘争の実態を解説する予定です。楽しみにしていてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。